トランプ大統領、新たな調査に巻き込まれる。下院外務委員会は、木曜日、国務長官のマイク・ポンペオの要請により、ドナルド・トランプ大統領が国務省監察官、スティーブ・リニックを解任したことを調査すると発表した。金曜日の遅くに彼は、スティーブ・リニックを解任するつもりであると議会に知らせた。ホワイトハウスのボスが4月以来政府の不正行為と虐待を監視することを任された役人を突然解任したのはこれが3回目です。米国の法律では政府は検察官を解任する計画の30日前に議会に通知し議員に決定を検討する時間を与える必要があります。民主党のリーダーシップ委員会は上院外交委員会の同僚と投票を開始すると述べた現在トランプの共和党によって制御されています。同じ日、ロイターは大統領が米国務長官のマイク・ポンペオの要請により国務省総監を解任したとホワイトハウスの関係者を引用した。CNN はまた外務省高官がポンペオの解任決定における役割を確認していると述べた。米国務省はリニック氏の解任を認めたが、ポンペオが調査中であったかどうかについての正当な理由についてはコメントしなかった。大臣のスポークスマンはまた、新しい総監官が昨年から国務省の外務省を率いてきたマイク・ペンス副大統領の前補佐官になることを確認した。トランプ氏は、フーの資金を中国と同じレベルに戻す計画。ドナルド・トランプ米大統領は、中国と同様に風への援助を 10% 回復することを検討しており、トランプ米大統領は16日、政府が医療機関に関連する多くの提案を検討していると述べました。ロイター通信のチャンネル、FOX ニュースによると、ワシントンは古い貢献の約 10% を貢献することを提案している、世界保健機関、フーは、トランプ大統領が利用可能であると述べた草稿を引用しました。中国のフーへの貢献により、フーの資金を部分的に回復する用意がある。現在、米国はフーの最大の援助国であり、年間約4億ドルの援助をしています。したがって、米国が拠出金を 10% に戻すことを決定した場合、フーに対する米国の年間資金は4.0米ドルになります。フーへの貢献の再開についての批判に応えて、トランプ大統領は5月16日にこれは検討中の多くのアイデアの一つに過ぎず、最終的な決定はなされていないとツイートした。トランプ大統領は4月14日、誤った情報を宣伝している組織を非難し、フーへの米国の貢献を一時停止したと強調した。中国での COVID-19 の発生。トランプ氏はまた、米国政府は、フーの再評価を行うと述べた。フーの当局者は、この告発を否定しているが、中国は、それが透明で、開かれていると主張している。南シナ海での中国の計画は、世界は、コロナウイルスの大流行に気を取られているが、中国は、南シナ海で、準軍事的及び政治的な法的措置を実施し、地域の状況を変えたと語った。それが、外交政策の見直しです。アメリカのジャーナルによると、北京の主張が海上国境に関する確立された国際法である国際条約と基本的に両立しないことを心配しないでください。海の法律に関する国連は中国によって承認されており、従って遵守を宣言しています。これは独自のバージョンのモンロー協議を作成するという、中国のより広範な戦略の一部です。19世紀の政策では、米国は全ての南北アメリカを統制した地域として宣言しましたヨーロッパの勢力の影響を除く。北京は潜在的な米国の介入のためのコストを上げるために軍事防衛能力を持つ決定的な影響の領域を求めています。要するに世界が COVID-19 と戦っている間、中国は地域支配の確立に近づきつつあります。これらの行動と米国及び地域内の国々の反応により地域の未来が開かれ繁栄するか強制的で相反するかが決まります。
ここ数週間の北京の行動を解釈する唯一の方法です。4月18日、中国は2つの新しい行政区の設立を発表しました。一つは、クロスストーン、ベトナムの南沙諸島に属しますに基づいており、中国が占領を呼び回収しました。ベトナムのパラセル諸島のプーラム。彼らは、人工島だけでなく55の水中帯を含む80の小さな島と、サンゴ礁に名前を付けました。フォーリンポリシーによれば、これらの行動は、南シナ海の140万平方マイルを支配するという不当な主権主張を強化するための新しい現実を生み出すことを目的としています。過去1年間にこれらの主張を実施するために中国はインドネシア、マレーシア、ベトナム、フィリピンの海域で軍事、海上、民兵の3つの海軍を使用することで圧力を高めてきました。彼らの違法な漁業はインドネシアの海域にあると国際的に認められているナトゥナ諸島の周りに12隻以上の中国の漁船を沈めることを含む海軍の行動を強化することをインドネシアに促しました。中国はバックアップする代わりにナトゥナ諸島周辺で3月下旬に違法漁業を続けたが中国はこの地域に対するインドネシアの主権に異議を唱えなかった。北京はこれが古代からの伝統的な中国の漁場であり、まるでインドネシア、マレーシア、またはベトナムの漁師、中国の船が組織的に嫌がらせを受けているが存在しないかのように不当に主張している。過去には研究所の専門家がコロナウイルスの起源を発表。中国の有力なウイルス学者、シゼングレイがコロナウイルスの起源に関する最新の研究を発表しました。biorxiv.org に掲載された記事で感染症部門の責任者武漢ウイルス学研究所の THCHCHNHL 女子は中国の馬蹄コウモリは SARS 関連コロナウイルス SARS 若部の自然宿主であると述べました。5月15日に発表された研究は異なる遺伝的変異を持つ様々なコロナウイルス株を含む馬蹄コウモリ、特にそれらの棘のあるタンパク質を特定しました。この文書は、ウイルス株が病原体を広めるために絶えず、進化しているという証拠も提供していると、SCMP 新聞は報じた。SARS 赤部に感染した棘のあるタンパク質は、人 ACE2 分子に結合する化合物のレベルが高いと報告書は述べている。特に、ACE2 分子は、コロナウイルスが人間の細胞に、付着するのを可能にするタンパク質です。以前の研究では、コロナウイルスが COVID-19 に遺伝的関連を引き起こしたと考えられていました中国南東部のコウモリのコロナウイルスに密接に。以前、タックチンルさんは、コロナウイルスの起源について、多くの論争の的となった研究も行っていました。先月、米大統領ドナルド・トランプは、コロナウイルス株が、武漢ウイルス学研究所に関連していると主張しました。一方、米国の諜報機関は、ウイルスは人間によって作成されたのではなく、病原体の起源を確認するためにより多くの情報を調査していると述べました。米国の駆逐艦は、上海の岸の近くに現れます。米国の駆逐艦アセス・ラフ・アエル・ペラルタは、5月15日の朝に、上海市、中国の海岸近くの航海を通過しました。特に、北京大学の組織によると、駆逐艦アセス・ラフ・アエル・ペラルタが、中国上海の東海岸沖の海上で 205km 以上、午前8時 15.5 時に発見されました。サウスチャイナ・モーニング・ポストによると、駆逐艦アセス・ラフ・アエル・ペラルタが、東、シナ海からこの地域に入り、5月 3.5 日以降、中国近海に存在しています。15.5 の米国太平洋艦隊はツイッターで、ラファエル・ペラルタ船が今週東、シナ海に入ったと言った。5月14日の中国軍が2隻の空母の参加を得て、航海で11週間の訓練を開始した時に、アメリカの戦艦が現れました。サウスチャイナ・モーニング・ポストによると、駆逐艦アセス、マッキャンベルは4月17日、
山東省威海市、中国の沖合 78km 近くで見られました。南シナ海、東シナ海、黄海、台湾海峡への39便以上の配備など、中国周辺の軍事作戦。北京に本拠を置く軍事専門家のチャウタンミン氏は、米国はこのような敏感な時期に中国の海岸近くに軍艦を派遣することで火遊びをしており、これが北京をその目標に疑わしいものにしたと語った。サウスチャイナモーニングポストによると、ワシントンの戦略。スー・イー・リーン・コリンコ博士、シンガポールの S ・ロジャー・トナム、インターナショナルスタディーズの防衛スペシャリストは、米国は、駆逐艦アセス・ラフ・ワエル・ペラルタの航海を航行の自由を維持するための作戦とみなしているが、北京はそれを異常とみなすかもしれません。